今しもここに2人のサッカー少年がサッカーを通して運命的な出会いをし、対決の火花を散らしていた。この男が若林源三。ラグビーボールも野球のボールすらもキャッチした。天才ゴールキーパー大空翼。こんなチビが本当にあの神社から蹴ったのか。今それを試してやる。あんな避けろ。俺のシュートを蹴り返し、なおかつバスの下を通してボレーシュートを打ち上がった。面白くねえ。ケロッとした奴の顔も気に食わねえ。どうだ若林、こいつの実力分かったか。キャプテン、ん？どうしたんです？うちに帰ったんじゃなかったんですか？お前ら、ちょうどいい。そいつのキック力だけは認めてやる。しかしそれだけでサッカーができると思ったら大間違いだ。俺に挑戦したければこいつらを一人で抜いてみろ。俺との対決はそれからだ。何？それが嫌ならさっさと帰るんだな。若林、お前汚ねえぞ。俺やるよ。しかしお前一人じゃいくらなんでもさ。そうよ、やってみなきゃわかんないよ。こりゃ面白いや。おああ、こんなところじゃ練習なんてできるわけないよな。はあ、おーい、みんなー。あれ、姉子じゃねえか。そうみたい。みんな大ニュース大ニュース。なんだよ一体。なんとあの転校生が若林に挑戦するんだって。あいつ、あの大空翼とかいうやつかい。うん、だから応援しに行こうよ。だってあいつは終鉄で転校してきたんだろ。そんなやつを応援したって仕方ないじゃないか。なあみんな。何言ってんのよ。終鉄に入ろうが入る前が若林と対決するやつなら応援してやろうよ。そういや、あいつまだ終鉄の生徒じゃないもんな。面白そうだし行ってみるか。うん、じゃあみんな行くわよ。あー、待ってよ。おい、サッカーボール、俺とお前は一心同体、兄弟だよな。また俺に力を貸してほしいんだ。あいつあんな大きなこと言ったけど本当大丈夫かな。伊崎くん。あ、みんな終鉄と戦うっていうから応援団を連れてきたわよ。あんた、あんた応援するから若林をやっつけてよ。お前絶対頑張れよ。俺も応援してやるからな。まいったな。この男、確かどこかで。ほら、見えるだろう。お前を連れてきたゴールキーパー、とにかくすごいキーパーなんだ。でも、この人たちを抜いていかないとあの人と勝負できないんだよ。お前には小さい時にも命を助けてもらったけど、また力を貸してくれよな。
あいつ何ブツブツ言ってんだよ。俺どうしても勝負してみたいんだ。レレスーパースター、頑張れ頑張れ転校生。お前ら何ボケっとしてんだ、早くボールを取りに行け。はい、よし行くぞ。いいね、じゃあ行くよ。走るバスの下を通したキックといい、このドリブルといい、この少年あの年でもうサッカーボールと友達になっている。やはり間違いない、この少年だ。いけ翼、もう一息だ。イエーイ、こいつシュートを打たせた、ゴール前を固めろ。ブラジルナショナルチームのセンターフォワード、日系三世のロベルト本郷だ。このセンタリングで勝負をつけろ。あんなチビに翼、試合だ。え、試合だ、試合をするぞ。こんな勝負でどっちが優れたサッカー選手か分かるわけがねえ。それを決めるのは試合だけだ。お前の挑戦は対抗戦で受けてやる。対抗戦その試合で俺からワンゴールでも奪ってみろ。その時こそ俺の負けを認めてやる。若林やめろ、手荒なことはよせ。勝つか負けるかじゃねえ、お前がこの俺から1点取るか取らねえかだ。あなたはロベルト。おい石崎、対抗戦までこのサッカー場は貸しといてやる。少しは練習してこいつの足を引っ張らないようにするんだな。逆だ、センタリングをしてくれた人は、あれ、いつの間にいなくなったんだろう。おい、お前よくやってくれたな。おかげで胸がスカーッとしたぜ。本当すごかったわよ。いやところで対抗戦って何？ああ、対抗戦っていうのはよ、
軟轄と終鉄の全ての運動部が年に一度対決する対抗試合のことさ。一種の祭りみたいなもんだな。運動会なんかよりこの町じゃ断然盛り上がるんだぜ。ああそうか、お前は終鉄に入るんだっけな。うん。残念だな、お前みたいなやつがうちに入ってくれたらな。強いやつはみんな終鉄に入っちまうんだな、うん、でも若林のやつ大空を南葛のメンバーだと勘違いしてやがんのな。今度会うときは敵同士ね。じゃあな、バイバイ。おいちょっと、なんか用かよ。あの実は、実はこれでどうしたの石崎くん。こいつ越してきたばっかりなんで帰り道が分かんないんだってよ。お母さんもうやめてよ。でも自分の家へ連れてきてもらうなんて本当におっちょこちょいなんだから。お母さんに似たんだよ。ほら翼。でもこんなに早くお友達ができるなんて。あなたたちもサッカーはご飯より好きな方？ええ、まあ両方好きですけど。翼はね、よちよち歩きの頃からサッカーボールが大好きだったの。ボールさえ預けておけばご機嫌なのよ。ところがある日のこと、いつものように翼がボールと遊んでいる時なの。翼？あんまり遠くへ行っちゃダメよ。まったくあいつはサッカーボールさえあれば機嫌がいいんだからな。本当に？その翼ともまた半年間お別れか。だったら今のうちに翼にちゃんと顔を見せておかないと。帰ってきた時に知らないおじちゃんが来たって言われないように。これは参った。今度の航海が終わると翼はもう二つだものな。子供はどんどん大きくなるわよ。ん？おい翼は？あら、さっきまでそこに。一人で道路の方行ったら危ないぞ。翼！翼はどこだ？翼！を救ってくれたのね。それからは開けてもくれてもサッカー、まるでサッカーをやるために生まれてきたみたい。へえ、そんなことがあったの。お母さんはすぐにその話を持ち出すんだから。お友達に翼のことが分かってもらえるじゃないのね。ええ、じゃあ僕たち、もう帰るのかい？片付け終わってないんだろ。またにするよ。お構いしなくてごめんなさいね。いや、いいんです。じゃあな。どうもありがとう。さよなら。たまかよ。自分ち忘れんなよ。オンディア翼。はあ、あなたはブラジルナショナルチームのセンターフォワード、ロベルト本郷。
名前よく知ってるな。知ってるよ。昨日家に帰ってサッカーの本読んでてびっくりしたんだ。ロベルトったらブラジルチームのピッカピカのセンターフォワードなんだもん。でもどうしてここに？はい、翼、ロベルトが持ってきたお父さんの手紙よ。え、お父さんの手紙？翼へ。ロベルト本郷さんは正真正銘のブラジルナショナルチームの代表選手だ。事情があって当分の間日本にいることになったんだ。翼、お前のことは前もってロベルトさんに話しておいた。今のうちに本場のサッカーをみっちり教えてもらえ、父さんも地帰帰る。すごい。じゃあ俺ブラジル代表選手と同じ屋根の下で暮らせるんだね。あれ、でもいつ来たの？いや、お母さんに泥棒と間違えられちゃっていきなり水を引っ掛けられちゃったんだ。でも仕方ないか、訪ねてきたのが夜中の2時なんだからな。そうよ、それにロベルトも初めから手紙を見せればよかったのよ。もうところで翼はどっちの学校に転入するんだい？それで迷ってるんだよね。南葛町に転校して若林くんをライバルに戦った方がいいような気がしちゃって。それに彼は僕のことを南葛町だと思い込んでるしさ。俺だったら南葛町を選ぶな。本当？ロベルトもそう思うかい？よし、決めた。お母さん、僕南葛町に転校することに決めたよ。翼、あんた終鉄が勉強きついからじゃないでしょうね。そんなことないよ。南葛行ってもちゃんと勉強するよ。そう？翼がサッカーやりたいって言うから南葛市へ来たんだから、どこの小学校でもお母さんは構わないけど。じゃあ南葛に決定だ。翼ってやつも終鉄に入っちまうし、対抗戦また終鉄にボロ負けするのかと思うと。負ける負けるって言うなよ。一生懸命やりゃ勝ち負けはどうだっていいじゃないか。そうよ。石崎くんの言う通りよ。さあみんな元気出して頑張って。よし、みんなもう一度やろうぜ。ファイト。何すんだよ。ほらほら、真面目に練習しないと終鉄の二軍にだって勝てないぜ。くそー。お前らボールがあってもなくても同じだろうが。楽しみにしているぜ。それまでせいぜいトレーニングしておくんだな。おお、キャプテン待ってくださいよ。翼、本当に南葛に入るのか？俺待ってたんだ。大歓迎よ。これで終鉄もガッチリ戦えるぞ。俺たちも頑張んなくちゃな。よし、翼を中心にやっていこうぜ。よろしく頼んだぜ。あ、こっちこそな。俺も仲間に入れてくれよ。お監督が言うだろうが。ちょっと待てよ。小学生のクラブだからってバカにすんなよ。ショートセンタリングができたからってあんなもん誰でもできんだぞ。だいたい酔っ払いに監督が務まるわけねえだろ。お
それじゃ証拠を見せるか。行くぞ。何する気だ。なんだ、入らねえじゃねえかよ。あれは、オーバーヘッドキックだ。この人、ブラジルナショナルチームのセンターフォワード、ロベルト本郷だよ。うちに下宿してるんだ。どうだろう、監督にしてくれるかな。する、するよ。するかも。いやおずら翼もいるってと。若林、負けてほいずら勝つな。若林、負けないぞ。